ゆりです。今日は9月28日、今日した方が良かったことはお家を壊すことです。明日は9月29日、明日するといいことはお嫁さんをめとったり、お友達に会ったり、市場を開いたり、結構いろいろやるといいです。一つ目のニュース、先週は1週間動画が更新できなくってご心配をおかけいたしました。体調を崩していて、ドローカルニュースも上げられなくって、その他の街並み動画も上げることができませんでした。その間でも新しく見に来てくださった方が結構いらしたりとか、あと定期的に来てくださっている方はきちんとこうトントンと見て待っていていただけて、ありがたく思っています。今回お休みした直前の動画がちょうど香港の街並み、いつもらしい香港の朝が戻ってきましたということで、いい雰囲気の動画をアップしておいたので、新しい方々に多く目に留めていただけたのはちょっとラッキーだったかなというふうに思います。こちらのチャンネルはもともと4人で始めていましたけれども、今は主に私が1人で回しています。撮影、編集、構成などなども1人で行っていて、時々企画ものということでお部屋紹介などやっていて、その時は撮影をお手伝いいただいていて、あとは香港人のサイちゃんにも出ていただいて、一緒にやっています。最近サイちゃんファンの方はちょっと寂しい思いをされているかもしれませんが、また登場の機会がありそうなので楽しみに待っていていただけると嬉しいです。おかげさまで多くの方に見ていただけているので、何かこちらのチャンネルでお手伝いできることがありましたらお声掛けください。2つ目のニュース、私は香港の芸能人とかにはあまり詳しくないのですが、そんな私が唯一でもないけど、もう確実にしっかり認識できる俳優さん、アンディ・ラウさんが27日、還暦のお誕生日を迎えました。とても若々しいということで、ネットやテレビ、ニュースなどで話題になっています。アンディ・ラウさんは、たくさん香港映画に出てらして、例えばインファナル・アフェアとかもそうですし、私がちゃんと認識したのは、飛行機の中で上映されたアクション映画でしたけれども、とてもとてもいい身の動かし方と、とてもとても魅力的なお顔がいいですね。これからもますます活躍されると思いますので、一緒に応援していただけたら嬉しいです。なお若いグループでミラーというグループがありますが、アイドルグループでこの前 NHK にも取り上げられていましたけれども、私はそのミラーが輩出されたビューティービーがまた別のグループをいくつか出してるんですが、その中のちょっとこうコメディ系のエラーというグループがお気に入りです。また香港の有名な方々シリーズもお伝えできたらいいなと思っていますので、今後も精進したいと思います。本日のニュース以上。